ました。36度7分。まあまあね。このところ遅刻が目立つけど、寝坊かしら。あ、いえ、気をつけます。お前が映画監督か。なんかうさんくささしかないな。うるせえな。あ、もしかしたらあの名作を手掛けた超有名映画監督って取り上げられるかもしれないじゃん。ないない、タバコもやめられなかったようなやつが寝言言ってんだよな。やめるわ。そのうち学校辞めて結婚したお前に俺の気持ちなんて分かりっこねえだろ。分かりたくもないね。ま、せいぜい神にでも祈っておくんだな。超有名映画監督さん。だあいつ、嫌な言い方。ああ、もう、何なんだよ。ほら、クゼ、行きなさい。なんだ、夢か。俺、映画監督になりたくて学校行ってるんだよな。それなのに。お前が映画監督か。なんかうさんくささしかないな。うるせえな。もしかしたらあの名作を手掛けた超有名映画監督って取り上げられるかもしれねえだろ。ないない、タバコもやめられ。それでも俺は誰かの心に寄り添える作品を作りたい。その人が明日また頑張れるように。変わんねえな。ここなら学歴なくても入れんだろ。ま、頑張れよ。体ぶっ壊すくらいにな。お前、サンキューな。おい、なんだよこれ。 いつから俺は諦めることを覚えたのか。なんだか少しクズが羨ましかった。頑張れよ。よし、行くか。うまくいくことなんてほとんどないよ。ならさ、理想なんかぶっ壊してとりあえずやってみればいいじゃん。おはようございます。あら、おはよう。じゃあ今日は教科書の82ページからやります。もういらねえか。オッケーです。